こんにちは、札幌占い美容師、ハイマガシの美子です。今回は顔周りにマッシュラインでシャギを入れたいんですよね。さっき見せてもらったのが、こういう感じ、これをこうしたいんですよね。で、この頬の位置からちょっとこうシュッとなるような感じにしたい。で、こっちこのままでいいの？じゃあなんか薄いくしてもらえるの？ああ、ボブでいいんですか？あ、大丈夫。ボブでちょっと重い。重いから薄くしたい。です。あ、長さは変えないで。伸ばしたいんだもんね。はい。あ、そこが重い？いや、どうなんですか？ここ取ったら結構軽くなるかも。あ、ちょっと取る。ちょっとまあ、少し軽くしようかな。うん、っていう感じで、ちょっとスタートが遅くなったのでドライカットをこのままいきます。ブリーチを使うんですけど、あんまり傷ませたくないので、傷ませないブリーチの、傷ませないっていうかな、あんまり、ダメージが出づらいブリーチ法っていうのをやりたいです。で、彼女が赤い洋服着ることが多いので、赤系の色でちょっとやりたいと今日は思います。ではカラーを入っていきます。で、彼女が赤っぽい感じの色が好きなんですよね。はい、毛先を塗ります。はい、こちらちょっとやっていきますね。まず毛先を塗っていきます。これはもうざっくりちょっと塗っていくんですけど、毛先にこれはアディクシーのレッドです。質感向上のためにムササビトリートメントを入れてます。超簡単なブリーチ法をやっていくの で、ここで1個絶対間違っちゃいけないのは、前髪じゃなくて分け目のパートを確認することなんですね。で、全体に今つけました。はい、はい、こんな感じで、まあ、全体つけるのはね、多分皆さん簡単に塗れると思うので、では塗りました。で、残液にですね、対して今度はサファイアの3番をちょっと入れていきます。はい、では根元の薬残液にサファイアの3を1対1で混ぜたのを今度根元に塗っていきますね。で、根元5センチもしくは根元7センチぐらい、前髪は全部ですね、そこにちょっと、追加していきます。なので結構ここは暗っぽくなるかなっていう感じ。なんでまだこの段階ではブリーチは入っていない状態です。はい、根元はちょっと素早く上下上下って感じで結構バババッと塗っちゃいます。ある程度しっかり伸ばしておかないと根元の黒いの作れないので、ちょっとそれを作っていきます。で、この時に一緒にやっていかないとダメなのが、ブリーチをこれから入れるんですけど、ブリーチが入れるベースをここでブロッキングを一緒に作るような感じなので、はい、ブロッキングしながら根元の薬を伸ばしていきます。はい、今度はサイドも、はい、ブロッキングを取りながら、で、反対も取っていきます。はい、これで、ベースができました。こんな感じでまず全体、毛先塗ってから残液に対して、根元の薬を混ぜて根元塗ったような感じですね。これは早い方法なんですよ。で、無駄がないので、薬剤作る時間も短いですし、結構スピーディーにできます。今度は、ブリーチをちょっとやっていきます。で、あんまり傷ませたくないっていうのと、まあ、赤系のカラーなんでブリーチそんな強くなくていいかなと思います。で、髪全部に対して今日の、ブリーチの量は 20% 入れていきたいと思います。で、ブリーチ自体もパワーはそんな上げてません。今日作ったのはパウダーブリーチとアルギニ1対1に対してオキシン2倍って形なので、で、皆さん今日のスタイルを見ていただくと分かると思うんですけど、この辺はもう毛先下の方ってかぶさってるので毛先しか分からないと思うんですよね。なので、下は無視します。はい、なるべく少ない量でそれらしく見せるっていうのが僕の最近のブリーチのポイントなので、あんまりやりすぎないようにして傷ませないように、それをポイントでちゃっくりやっていきます。はい、ではここにまず大のくぼのラインのところにまず1回入れていきます。リパレットを使っていきます。はい、
はい、で、リパレットを使っていきます。ではブリーチを塗っていきます。で、あんまり根元攻めなくて大丈夫なので、あんまり根元攻めないでやっていきます。で、ここで、で逆にこう逆塗りですね、こういう感じで逆塗りをした方がいいですね。で、今度今3センチのスライスを今取ってるんですけど、3センチの半分を入れていきます。はい、で、リパレットを使うんですけど、ここの根元も全くわからないはずなので、最初に言いましたけど、なんとなくやれるところですね。ただつなぎ目きれいにしたいので、逆にシュッとこう逆塗りして、根元のつなぎ目のところをきれいにしていきます。見えないところはある程度どうでもいいです。でも伸びてきてもそんな問題はないので、で、ここですね、毛先の方をよいしょ、で逆にシュッと。この逆がねポイントで、結構皆さんやった時分かると思うんですけど、根元側が綺麗につながってないと伸びてきた時にちょっとダサくなっちゃう。センターで分けて半分ずつやるんですけど、縦にこれを半分にしますね。で 1.5 センチ、これをウィービングしていきます。はい、表面側になってきたので、ちょっと根元の方を気を使っていきましょう。で、毛先の方をちょっとある程度ここでストップ止めたら、逆にシューッと1回だけですね。何回もやると根元の方が汚くなっちゃうんで、そこは気をつけて、あとしっかりブリーチを触った手で、すぐ触っちゃうとそこが明るくなっちゃうので、タオルでしっかり拭いてやります。で、1回だけ根元にシュッとやります。これでちょうど良くなるんですね。はい、で、表面いつも言ってますが、僕表面あんま入れるの好きじゃないんですけど、まあ、入れたい方は入れちゃっていいんですけど、表面はちょっと外します。表面がじゃあどれぐらい外すのかっていうと、5ミリですね。5ミリから1センチ弱を表面のところを外します。入れないってことですね。要は完全にここを、ブロッキングをします。はい、ちょっと止めますね。顔も飛んでないですね。はい、で、縦にまた入れていきます。表面側なんで、ちょっと皆さん気を使ってください。今度は結構見えてくるところなので、根元側もちょっと気を使います。はい、リパレットを使ってまず止めます。止めるっていうのは、ここでこうストッパーというか薬剤でここで止めちゃう感じです。テンションかけるためにこれ止めます。で、反対側にシューとこのように塗っていく感じです。はい、で、当たった。で、コームも別のものを使わないとダメです。よくこのままブリーチのコームでやっちゃうんですけど、そうするとブリーチついちゃって、そこだけ明るくなっちゃうので、めっちゃ気をつけた方が、そこはいいかなと思います。はい。ここで、ブリーチしたら逆側にシューッと、ここ一番上ですから、すごい感じです。で、コーミングして、シュッと伸ばします。で、これで、表面のところを止めてますから、これを下ろしておしまいって感じですね。よし、よし、しゃべり疲れた今日もぶっ通しで営業してるから、もう飯も食ってないんで、ちょっと死にそうですで、襟足、これサイドの襟足の方も分からないと思うんですけど、あ、そう、今日のスタイルに合わせていきたいので、今日ちょっと顔にこう包み込む感じにこうしたと思うんですけど、通常横にするんですけど、少し前上がりにしたいと思います。いいですか。前上がりに、はい、3センチ幅で前上がりにちょっと入れていきます。今日は今日のスタイルに合わせて入れるためにそうします。顔周りを外してもらって、はい、根元この辺は見えないんで根元無視です。で、ここも前上がりで3センチ幅で取っていきます。3センチ幅で取ったら、で、結構ね、この前上がりの時気をつけられるのは、結構顔の方にポロッと落ちて顔の方染まりやすいんで、ちょっと気をつけた方がいいです。止めたら、はい、ここは顔周りシューッと一回根元を動かしてあげて、毛先
で、これ外すときに結構こうピロンとここの色についちゃうように乗せてきますけれども、こういうのちょっと気をつけておいて、3センチ今取ります。はい、3センチ取ったら 1.5 を取って今度ここに入れていきます。前髪は入れません。まあちょっとこの辺は見えやすい、見えてきやすいんで、根元の方を一回ここ止めたら、そーっと一回根元に馴染ませます。はい、で後ろ側に落とすようにすれば顔の方に飛ばないので、自然ともこれ表面側入んなかったりするんで、こういう場合はなんで表面特に外さなくて大丈夫です。横にやった場合は表面 5mm 外してください。はい、ここも表面ちょっと貴重です。そーっと脱がしていく感じで、根元側をきれいにやったらこんな感じですね。で、この最後のね、この表面だけちょっと外した方がいいかなと僕は思うので、ここだけ外します。僕は個人的に。で、中のとこだけ細めでちょっと取るかなぐらいの感じです。なるべく中からこう繊細に出てる感じの方がいいと思うんで、そうします。で、根元をシューッとやって毛先に塗ります。なんでワンプロセスでカラーができちゃうので、そんなに時間はかかんないと思って、これをこうしますっていうような感じで反対もやっていきます。今これから流すんですけど、後ろはこんな感じです。で、ブリーチしたところがこうなってる状態で、これで乳化してブリッジのところにですね、染料入れていきたいと思います。結構毛先今細くなってるんですけど、ここをちょっとブラントカットをバツって入れることによって、毛先の動きがより強くなるんで、僕結構こう入れちゃうんですけど、ちょっと強いラインをここに作ることによって、よりなんかそのラインが綺麗にこう強調されるんで、そのまま切りっぱなしだと細いんで、ちょっとイマイチかなと思います。ただちょっとここにブランドラインを、入れた方が好きです。その方がよりちょっとおしゃれな感じに高級感が出るんで、こういう感じですね。ほんのちょっとなんですけど、そうすると毛がなじまなくなってきて、幅ごとにこう強調されるんで、よりちょっとかっこいい感じのラインになるかなと思います。決めとじですね。はい、じゃあ無造作になります。こんな感じですね。